ようやく明日から学校再開か、休みになった最初の方はめちゃ嬉しかったけども、さすがにここまで休校続いてたからな、最近はもう学校行きたいモードだったぜ。いやー楽しみだな、友達と休み時間に、日焼け対策したり、編み物したり、お料理のレシピの話したり。実家お前は、失敬な、昔はゴリゴリの男らしい男性がモテたかもしれぬが、最近は中性的な顔立ちの美少年だったり、女子力高い男子がモテる時代なんだぞ。わかったわかった。主は女子じゃなくて女子力高め、今流行りのモテモテ系男子なのだ。悪かったって。まあわかってくれればいいんだけどね。あ、あと休み時間のガールズトークも楽しみよね。おいこら女子やんけ、ガールズじゃねえガールズじゃ。いやー明日の学校楽しみ楽しみ。ただやはりマスク着用必須で、そのマスクは学校が用意してくれてるらしい。まあマスク不足解消してきているとはいえ、まだまだ品薄なとこもあるからな。これはありがたいぜ、おし、じゃあそろそろ明日の学校に備えて早めに寝ますかな。スピースピースピリ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 。寝つき良すぎな。てかわざわざスペース使ってベッドを置いた意味。あ、主くん久しぶり。先生っすか？何言ってるのもちろん。あ、校門通る前にそれ、学校配布のマスクだからつけてね。マジっすか、生徒も先生も全員この顔面。カオスだ。こんな学校再開は嫌だ。先生も生徒も全員、ガスマスク着用。はい、ということで本日は超久しぶり、こんな〇〇は嫌だシリーズ。こんな学校は嫌だ茶番、お楽しみください。明日からようやく学校再開か。いやー楽しみだな、久々の友達。休み時間のサッカー、プロレスごっこ、ゲームの話、ワクワク。いや今度は男子か。失敬な、最近はなよなよ男子急増。男らしいかっこいい女子がモテるんだぞ。あれ、なんかさっきの逆パターン。私は男子じゃなくてかっこいいモテモテ女子なんだからね。わかったわかった、悪かったって。あと休み時間のあれも楽しみね。友と校庭の隅で連れたチション。いや完全男子やないかーい。もういいわボケ連動させんな。ただいまの時刻、お昼の12時34分か。ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ早い気もしなくはないけども、明日に備えて寝ましょうかね。はいわ、1億人中1億人が早いって言うわ。うっわ、朝のつもりが起きたら夜の9時って、そして今1ミリも眠くないんだが。そりゃこうなるだろ、誰もがこうなると思ってたよきっと。しょうがない、暇だし。朝までポールダンスでもしてますかな。いやどんな時間の潰し方。それではね、遅れた分の勉強を取り戻していきましょう。いや先生の声全然聞こえねえ。こんな学校再開は嫌だ。超絶ソーシャルディスタンス。離れすぎだろい。一番後ろサボり放題説。てか両サイドは先生の方すら向いてねえし。お、霊夢ちゃん久しぶり。休校以来だから3ヶ月ぶりぐらい。あら、とよひめちゃんちょっと見ない間に大きくなったわね。何年生になったのかな？久しぶりに会った親戚のおばさんか。ふ、ナイスツッコミだぜとよひめ。久しぶり。まったく相変わらずね霊夢、おっさ。てか見た見た。外出自粛でイケメン芸能人がヒゲ伸びてさ、めっちゃワイルドかっけー男らしいで話題になってたニュース。見たわよ、もう最高ダンディ。普段なら絶対見れないし、あれは良かったわよね。まあでもあれはイケメン俳優だから良いのであって、うちのパパも家にいるからってヒゲボーボー、髪の毛ボーボー、もうめっちゃひどかったわよ。確かに、イケメン俳優だからってのはあるな。あ、そういえば担任のアンジェリナ先生も、外出自粛でめっちゃ伸びたとの噂が。マジか。何勝手に人の噂してるのかしら？久しぶりね、ちょっと外出自粛で油断してたら、めっちゃ体毛伸びちゃったわ。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。